武術大会に出場したんだけど、デスピサロってやつ、あたしにビビって逃げたみたい。お家に帰ってみたらみんないなくなってたの。どこに行ったの？おん、武器屋トルネコ。はい、こんにちは、こんばんは、ピッチピッチ、テクタンと申します。ドラゴンクエスト4、実況プレイ、パート10くらい？もうわかれへん、なんかすごいため撮りしてるからさ。うん、実はめっちゃため撮りするぜって言ったパート6かからずっとため撮りしてます。ここはエンドールから遥か北にある小さな町、レイクナバ。見にくい。エンドールから遥か北ってことはさっきの、お城のとこから、橋壊れとったとこからずっと上ってこと？ほう、トルネコって書いてあったの。トルネコの大冒険のトルネコ？ぽちゃっとした男の人？この町にはトルネコという一人の男が住んでいました。今は、ただ人に使われる身ですが、お金を貯めて世界一の武器屋になる。なんかお店あったで。お店あったで、売っとったで。それがトルネコの夢だったのです。そこで合流するん？ねね。ねねちゃん？あなた、いつまで寝てるの？絶対寝てない。早くお店に行かないと、また親方に叱られるわよ。絶対寝てない。ねえ、あなただったら。何、リアルおままごとごっこ？やっと来たのね。はい、これお弁当。よっと！家を出たら寝ぼけてないで、まっすぐ西に歩くのよ。じゃあ今日も頑張ってきてね。西な。西。あ、これ子供？妻子持ち？むにゃむにゃパパ行ってらっしゃい。リア充やで。唯一のリア充。唯一か知らんけど。扉じゃない。まあ、家の壺ぐらい漁っていいよな。いいよな。でもなんもなかったけど。まあ、行ってくるわ、ちょっとじゃあ。西やろ、西。まっすぐ行け言われたけどさ、別に。ふらふらしてもいい？ほい。この家の壺なんもない、なんか。薬草兵よかった。騙されて買った壺じゃないんやな。上行こう。このまんま右行っとけばいいんやろうけど。あ、商人さん？へい、いらっしゃい。あ、道具屋に。お金持ってん。もうなんか生活に苦しんでる状況なんかな、今。あかん。やっぱ店乗り物取ったらあかん。あのね、宿屋のね、おじちゃんがね、話がある。あ、そう。わかったわ、行くわ。あーと、トム。このトムジーも、年を取ったせいか、足腰が弱くなっての。これをするから、この和食協会まで押していく。わかった。そんな連れてき方、協会どこやねん。ここを取るかな？ちょっと看板読んでいい？先に。じっとしといてな。並び替えるがあったの。並び替えれるやろ。カナに入ってはいけません。入ってもた。ここやろ？教会。来ましたよ、教会。いやって。教会に着いたわい。すまんかったの。これ受け取ってくだされ。安い。薬草より安い。トムじいさんは、村を出た息子さんが帰ってくるようにと、毎日お祈りをしてますのよ。あ、なるほどね。そのために教会ね。なるへそ、なるへそ。いいおじいちゃんやん。じゃあ開けよう。あ、罪人。ちょ、ここどこやろ？罪人じゃない。犬やった。でもた、犬やったわ。花壇に入って。あ、東洋コイン、用事のある東洋コイン。ここは？あ、防具屋。どうせ買えへんのやろ？わかってほしい。踏んだ。あ、上階段あるやん。レイクナバの町にようこそ。あれ、なんだ、トルネコか。ようこそなんていいってそうしちゃったな。ええやんか、別に。あ、そういう意地悪するん？モテへんで。こっちとら妻子持ちやからな。可愛いお子さんもおるんやからモテとる証拠なんやからな。いや、お嬢ちゃん。
親、何か用かい？うちの人だったら昼間は店だから、夜にも来ておくれよ。夜でいいんやな。そういうことやな。わかりましたよ。夜に来ましょう。宿屋の人が用あるらしいんやけど、とりあえずこっちに行け言われたから、遅かったじゃないか。それまっすぐ言っとっても遅かった言われるんかな。なんすんの？仕事？そこに立っていればお客さんが来るはずだ。給料はちゃんと、歩合で払うからしっかり働くんだぜ。じゃあ任せたよ。俺明日にいるからな。帰っていい？客？この店は商売する気があるのか？いつまで待たせ、ごめんなさい。ごめんなさい。ここは武器の店かね？はい。あ、どうぞ。コンボ30ゴールドでいいんかな？いいです。茨の町。あ、そうや、持ってた。お金が足りなかったよ。はぁ？いや、こじや。あ、なんか客おった。客。え、おらんなった。イェイ、休憩しよう。あ、先にちょっと。見つかる前に壺だけあさっとこ。ほい。なんもなーい。なんもなーい。もうやかったー。ここの壺なんもないですね。どうした？今日はもしも、いや、まだ働く。まだまだ働くわ。やめるときはここに来る。え、いつまでやっとったらいい？え、今やったらだってさ、歩合制ってことはさ、まだ0円じゃない？それはちょっと困るなー。まさか、冒険じゃなくて商売するとは思ってなかった。あ、ドア閉められてる。あ、お客さんや、小歌舞伎の店、はい！はい！どんどん連れ木どうぞ！いや、あ、やったー！いいえ、なんで違うのか。失礼しました。はい！はい！棍棒買おう、はい！どうも持ち物がいっぱい。私や絶対。将来の私や。お！はい。銅の剣、イバナの鞭は？おー、よし。高いの買っていてくれへんかな、歩合制やから。はい。どうぞ。おー、よかった。こいつまで続けたらいいんやろ。はい。できるだけやってみようかな。さっきの人がさ、覇者の剣をさ、買い取ってくれって言ったから買ったんやけどさ。ほら、これ自分で買っていいんかな？もう終わっていい？なんか永遠に終わらん気する。ちょ、お弁当食べよう。お弁当使った。傷が回復した。あ、やったー。ねねさんありがとう。もう終わる。じゃあ今給料計算するから。これ今日の給料だ。そんな安い？あんなに売ったのに。覇者の剣買えへんやん。せっかく買おうか思ったのに。ふぅ、宿屋行こう。なんか用事あるんやろ？なんすか？こっから話しかけたら止まるかって言われる？鉄の金庫の話、知らん。え、でも金庫って大概鉄じゃない？もし、南に行くなら鉄の金庫を手に入れてから。へぇ、それだけ？あー、知らん。お客さんから聞いたのですが、鉄の金庫が北の洞窟にあるらしい。何でも鉄の金庫を持っていれば怪物にやられた時も、へぇ、お金を半分盗まれないとか。めっちゃ重たそうやん。え、働いたけど、この29ゴールドで生きていけってこと？そういうこと？街の外に出れるん、これ。お弁当も食べたしな。あら、あなたお帰りなさい。大変だったんでしょ？さあ、ゆっくり休んでくださいな。どうよこいいんだよ。おはよう、あなたも朝よ。はい、これお弁当。いつまで働くん？金庫手に入れるまでかな。なんか、覇者の剣を手に入れるまで？これ村の外出れるん？なんかもしかして今日もお使い？あー、わかった。
あ、増えてる。日に日に増えるんや。なるほど、そうやって稼いでいくわけな。あ、出れるわ。なんかドラえもんのゲームに出てきそうな音楽できてるんかな。ハサミクワガタいけるかな。無理ちゃう、もしかして。あ、無理っぽい、無理っぽい、無理っぽい。あかダメです、ダメです。逃げましょう、逃げましょう。ちょっと待って、お弁当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 。オッケー。え、すごい、このお弁当、チートアイテム。毎日作って。毎日作ってくれてるけど。え。あ、要はもっとちゃんと稼いで。こんなところで、ああ、はい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 。あ。やっぱ買いたいもん。あ、じゃあ、覇者の剣買い取ってよかったんや。オッケー、じゃあもっとちょっと商売しまーす。仕事しよう。働きに来たで。はい。じゃあ働くわ。こんなもんかな。なんか時々覇者の剣を買おうとする人がいたりしたんやけど、なんか売ってもたらああいうのなくなるっぽいから念のため置いとくことにした。お、増えた。これいつまで働くん。永遠と働くことになるよな、多分。んー、じゃあコンボでも買って今114円な。薬草とか買ってちょっとコンボ持ったら旅出てみるもありかもしれへん。多分そうせなあかんよな。薬草とコンボが30円やから、そのお金置いといて、で、キメラの翼も念のために買っときましょう。で、毒消し草も買っておいて、キメラの翼も買っておいて、まあ、ただそろそろさ、ゾウグランが圧迫してへん。あ、してる、ちょうどぴったりんごやった。はぁ、じゃあとりあえず、お家で休もう。ただいまんぼう。今日も72円稼いできたぞよ。さあ、ゆっくり休んで、東横インだよ。はい。じゃあ、コンボ、あ、コンボ買えへんやん。え、ちょっと待って。あれ、お弁当がない。お弁当ない。ちょ、薬草。薬草売るか。もうないやん、お弁当。お弁当売れるんかな。いや、そのお弁当はうまそうだなぁ。1000ゴールドで買おうとか。ただ、トルネコってさ、覇者の剣装備できるんかな。やっぱライアンかな、ライアン。ください。はい。じゃあ、え、コンボください。あ、もうない、もうない、もうない。そこはなんかすごいお客扱いはしてくれるんやな。じゃあ装備で、コンボ。あ、いいやん。5上がったで。んなら、じゃあちょっと一回外出てみようかな。スライムとかやったら、頑張れるんやけどなぁ。さすがに、なんか強いの2匹じゃなくて1匹やったらちょっと頑張るわ。あんま遠く行った方がいいよな。北に洞窟あるんやったっけ。なんや、あったわ。誰？うわ、いっぱいおる。とりあえずスライムから。え、あかん？え、いたずらモグラやっつけた方がいいか。え、っていうか人多くない？ちょ、やばい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 、やっと。え、やばい。オッケー。ちょ、いたずらモグラが強い。おい、オッケー。で、ここで、薬草を使って、いたずらモグラ、いたずらモグラ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。一匹になったらもう多分こっちのもんよ、知らんけど。はい、もう一回いただく。
いい、オッケー、やった。あ、10円、やったー。やったー、薬草使う、めっちゃ薬草使うだね。うわー、でもレベル上がらな、ちょっと心配やもんな。あ、一匹。いえ、え、一匹やとすごい安心。1ポイントの経験値。もっとさ、こう、くれたりせんのかな。それやったらまだなんか、スライム一匹とかの方がいいんかな。あ、そうな。びっくりした。顔だけ顔。急に音楽変わったからさ。あ、ちょっと、なんか変なタイミングかもしれないけど、ちょっと一旦切ります。あれから1週間が経ちました。状況は何も変わっていません。まあ、レベル上げて、どうのこうのしようって話やったよね。この左ってさ、フレノールなんかなとか、ちょっと思ったり。じゃあ、ここの下行ったらバドラントとかあるんかなとか思いつつ。で、なんか、南に行くには北の洞窟のさ、金庫さ、手に入れろって言っとったやん。それは、見てきた。いえ、えい。レベルがさ、全然上がらへんねんけどさ、もう困るわ。すごい困るわ。あ、ミルがある。そうか、あれか、道具。キメラの翼、ミル。トルネコはキメラの翼を手に取って見定めた。うむ、これは道具だな。こいつを使うと好きなところに飛んでいけるぞ。でも一度使ったらなくなってしまうし、もしミシアによれば18ゴールドになるだろう。ただ今、キメラの翼で行けるとこって、レイクバナ?レイクナバ?だけやんな。早くレベル上がらんかな。ここに道具屋があるから。いえ、えい、オッケー。あ、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 鉄の鎧。マジで?え、でも切れるこの人。この人、鎧身にまとえます?サイズ合います?装備のとこで見たらいいか。もったいない。これは撃って軍資金にしろっていうことなんかな。ちょっとまあ、戦おう、この辺で。レベルを上げたい。あんな鉄の鎧とか落としてくれるんやろ。ここやろ、確か。あれ?ここやった。あれ?いえ、えい。撃って。あ、あ、なに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 ?キメラの翼。めっちゃ落とすし、レベル上がるやん。おめでとう。力2。お、いいやん。ヒッピ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 。3。ちょ、お店開いとる?開いてへんの?夜やから?どうしようかな。戻れるかな、これ。13あれば。とりあえず、家戻って一回、家で寝て、よいしょ、よいしょ、よいしょ、おじいちゃんを、あ、こっちからな。あ、夜の街探索する?まだしてへんよな。グーグー。ほほう、世界一の武器屋になるのが夢だ。では戦いの経験を積み、腕も磨くことだな。武器も満足に扱えぬ武器屋では世界一とは言えまいよ。まあな。鉄の金庫を手に入れたら南に行くんでしょうね。南にはエンドールという、あ、なんか箸でもさ、閉じてなかったっけ?だからそこら辺と繋がる感じになるんかな?おー、やっと。でもこれ時間軸的にどんな感じなんやろ?そんなめちゃくちゃなんか離れとるわけはもちろんないと思うけど、今頃エンドールではどういう感じなんやろうな。世界の平和を神様に祈ってくださいまし。世界が滅んでしまってはトロネコさんも商売どころではありませんものね。まあ、確かにな。ちょ、頑張るわ、商売。ちょっとめっちゃ土地とかから売っていこうかな。この、これ結局なんか入っとったっけ?取るで?なんもない。おじいちゃんまだ起きてる?眠たくない。何にいるな、息子が飼っていた犬で、息子の言うことしか聞かぬのでの。かわいそうだっちゃったか、檻に入れておるのじゃよ。息子、あれ、息子って結局どうしてるんやけ?息子、ライアン?とかかな、もしかして。あ、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 たんたんたん。そっと、恐れないで、みんなのために。愛と勇気だけが友達さ。トゥルトゥルトゥルルルル、おやすみ。おやすみんこ、ずいぶん遅くまで本当にお疲れ様でした。さあ、ゆっくり休んでくださいね、と、お、よこいんだよ。さあ、お弁当
やったお弁当。もう私あの道具屋で働く気がいまいちないんですけど、いいですか？でも鉄の鎧あるから別におじいちゃんおそお小遣い稼ぎせんでもさ、よくない？ちょっと、はい。だって切れへんのやったら売っていいやろ。で、他の、魚ライアンとかも鉄の鎧とか持ってたりするし、900円いいやいいやいいや。で、ここで、コンボはだって自分持っとったよな。買うにしてもだけど。買ってもたし、聞いてよ。聞いてよ。どうのつる、いばらの鞭とか。それ以上物を持てない。ちょ、待ってよ。落ち着こう。とりあえず、コンボ、2本もいらん。で、8円無駄にした。で、いばらの鞭ぐらいやったらさ、いいんちゃう？装備。お！やった7上がった。さすがに覇者の剣はなんとなく無理そうな気するからさ。っていうか無理っていうかその前にお金が足りんわ。お弁当って言ったらどうなる？7ゴールド。そんな愛妻弁当やのに。で、何売りたいんだっけ？コンボや、コンボ。まあ、いいでしょ、これで。よっしゃん。これでレベルもこの前1上がったし、この前っていうかたった今1上がったし、で、攻撃力も7上がったから、だいぶいけるで。いえ、えい、オッケー、スラリンが一発で倒せるようになった。これはでかい。で、なんとしてでも鉄の金庫を手に入れて、鉄の金庫を手に入れたらお金が半分にならんっていう風に宿屋のおじさまが教えてくれてたので、ここにあるんやろ？待って、トルネコさんでさ、大耳と戦うん初めてよな。ちょ、待って、まだ回復せんで大丈夫。いける。いける。大耳を。次でやっつけれる。で、その次に薬草食べよう。オッケー！オッケー！でも、レベル2上がるまでにさ、結構時間かかったから、3まで上がるも時間かかるよな。どうしよっかな。こんなにキメラの翼いらんからキメラの翼を打って薬草手に入れてもいいかもしれへんな。あっち行ったりこっち行ったりするする。いえ、えい、すみませんね。念には念を。お、鱗の盾。え、なんで商人やったらさこんなに落とすっていうそういう設定があるんかな。ただこの人鱗の盾ぐらい持ってくれへんかな。やったー、やったー。え、これで道具欄どうなってる？あ、薬草が買えるぞ。これどのマスやっけ？ここ？違う？いえ、えい。ただあんなに落とされてもな。ただお金を、お金貯める担当かな。あれ？あれ？あれ？いえ、えい、道具屋さんは？あれ？あれ？いえ、えい、あれずっと出てくるわけじゃない。あれ、いえ、えおかしいな。あれ、いえ、えい、あ、やった。これレベル3に上がったからさもう大丈夫じゃない。ちょ、一回道具で薬草で、あ、薬草がもうない。え、どうしよう。もういいや、行こう。お弁当あるし、誰か薬草落としてくれると信じて。いえ、え、オッケー。もうここら辺の敵からほとんどダメージを食らわんようになったし、行こう。最悪お弁当食べよう。お弁当食べたら全開やろ、多分。さあ、あ、なんかすごいシルバーな宝箱。え、なにこれ。え、なにこれ。よかったんかな、これで。え、大丈夫？あ、水なくなっとる。なんで階段2つもあるん？いえ、えい、そろそろお弁当食べましょう。むしゃむしゃ。愛妻弁当は美味しいの。おー、30。結構回復したで。押さへん。いや、押さへんし。そんなさ、誘惑やめてくれへん。これ開けるんやから。調べる。鎖釜。鎖釜。え、無理そう。
え、でもここに落ちとるってことはいけるんかな。装備、あ、いける、6上がりましたで。もう無知は一瞬でダメになった。水出す意味あるん。あ、あ、流されていきなさいっていう感じね。で、さっきの右のやつはチュートリアルとでも。ほう大変やな。なんであれ右の方までこぼれへんかったんやろ。トルネコも大変よう生きてますね。わー、右と左、多分右は帰り道やから左に行く。クラピカは信用しない。拾ない。なんかやばいのあるんやけど。あれ絶対転がってくるやん。いえ、強なった、すごい強なりましたで。え、人おる、知り合い、誰。あんた鉄の金庫探しに来たんだな。俺はあの転がってくる岩が怪しいと思うんだが、あれに追いかけられた方が死なへんかな。いえ、オッケー、もう一個ぐらい薬草がちょっと欲しいでござる。いえ、でも強いでござる。ほんまに言うとんかな。まあ、あの岩に別に押さ、あー無理やな。え、これ落ちるんちゃう。とりあえずあの岩やってみる。いえ、強も大体一撃で倒せるで。お金めっちゃ溜まってへん。割と溜まってるような。もうなんかむしろ半額になっても困らんぐらい。あ、バブルス。へへ。の帽子、なんで、なんかすごい落としてくれるんやけど。頭何も今ないから。わーい、ええー、よええー、よ、まあ、これでフル装備やで。え、ちょっと一回怖いから下ちょっとここでええんやな。これ右に曲がってきたりせんやろ。そんなさ、ちょっとつもうしんやろこの岩。えっ、来よったでこっちに。え、どこ行った。あ、来よる来よる来よる。それでこっちに避ける。あ、違うな、これだってさっきさ来たとこやもんな。違うな、多分こっちを埋めなあかんのやな。そのまんまもうなくなっとる。あ、ない。あ、この奥、あ、ないわ。もう一回やろ、もう一回もう一回。怖ー、ちょっと精神的にきついわ。あ、トルネコさんとは初戦闘、切り株大きい、ちょっと強いぞ。あ、よかった、やっつけれた。なんかさ、あの、追いかけられる系のやつさ、ちょっと、割と恐怖心があるねんな。割と怖いんやけど、ここで待機しとって、見えたら、なんででもあのさ、石、右曲がってこれたん。この辺りでちょっとひょいっと。あ、やだ、怖い怖い怖い。こっち来て、来るん。え、なんでこっち来てくれへんの。ちょっと、もうちょっとなんかこうタイミングを狙ってもっとシュッと避けなあかんかったかな。ギリギリで避けるんな、ギリギリで。なんでこれさ、このそういうセンサーついとん。こういうセンサーのことなんて言うんだっけ。追尾型ケワイペシャン、この当たりするのかな。トルネコは死にました、教会で王なんと情けないみたいな。この辺、なんで、なんで、なんで。おめでとうおめでとうおめでとう。力に、素早さに、体力3、賢さ1、HP5、いい、良い。一回潰されてみるっていうのありなんかな。あ、逆にこっちからこう来て、
あ、来た来た来た。で、こうや。上公園やろ、さすがに。よかった。これ上来たらもうここの斜面のなんていうかさ、どうな、傾斜どうなっとるねんっていう話やもんな。え、なにこれ？え、あ。ああ、はいはいはい。あの、ポケモンでもあったやつな。あの、色見にくいんやけど、ブラウン管の方で見たら見にくいんやけど、あの、ミートボールな。あの、ドラクエ3でも。あれ？これミートボール押す意味ある？なくない？このミートボール押す意味。やった！あ、これ以上持てない。持ち物捨てるよ。キメラの翼一択やな。石を多分あくまで持っていかなあかんないけど、え、積んだ。え、これぬるっと押せるってことは端っこ行っても大丈夫ってこと？え、え、これ積んでない？え、これさ、置けるんかな？捨てるとかもったいなくない？ここ調べるで。宝を求め旅する者よ、そなたの盗んだ宝をこの場所に戻すがよい。さすればそなたの戻りゆく道が開かれ。あ、よかった、積んだかと思った。マジで積んだかと思ったし、やめてほしいわ。ちょ、この岩は無理やろ。ちょ、岩をもっと上手な位置にちゃんと持っていかなあかんのな。いや、本気で焦ったって思ったし、じゃ場所よう見とこ。え、もう一個こっち、ここやったら大丈夫じゃないで、調べましょう。トゥン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 。あ、さっきこんな音楽なったっけ。イエーイ何、ここのさ、やつはさ、宝と岩を勘違いしとんかな。プププー。え、これでさ、デスルーラしても、じゃあ大丈夫ってこと？え、これ落ちたらどこ行くん？あ、ここか。なるほど。取ってきてでいいやろ。あ、自慢しよう、自慢、自慢、自慢。あんたも鉄の金庫あるぜ。見るか？見てくれへんかった。今さ、結構装備もさ、いいしさ、打ってお金にして、いい感じちゃう？え、すごい！あ、これがトルネコの大冒険。もう、全くもってあっこのお店で働く必要がない。イエーイ！ニート万歳。ここ関係ないか。あ、落ちてきたとこな、さっきのとこ。で、ここが帰り道な。ほうほうほう。あれ、こっちは何？あれ、これは何？あ、じゃあここが落ちたところね。もう道忘れてるわ。さっきのなんか積んだ、積んだ木枠で全部忘れてもた。基本的にどんどん落ちたりしたから、イエーイ、オッケー、上に帰っていけばよい。で、これで仮に、ま、死んでいったとしてもお金が減らない。嬉しい。え、あ、これもう開けへんで。どうせ流される、分かっとうもん。よっしゃー。あ、まだやったまだやった。よっしゃー。こんな真っ暗やば。こんな平和な旅ってある？道具も見て。ほら。茨の鞭がもういらなくなった。でも一応念のために、いえい、ちゃんと回復しましょう。お家で。お金も、わー、いっぱい。いえい、オッケー。お、薬草、あー。何捨てる？いやー、薬草は、茨の鞭は捨てるもったいないよな。さすがに、打ったよお金にする方がええもんな。いや、こんなに順調なこと、これで南に行ったら、結局、あっこに行けるわけやろ？エンドール。おー。いいじゃない。お弁当も食べとるよな。茨の鞭売りたいな。だってお弁当。あ、ま、ニア泊まればいいか。なるほどな。ちょっともうパパは明日から旅に出るよ。と、およっこいいんだよ。
はい、あ、これお弁当。え、どれかお弁当に変わってる？あ、よかった。薬草だけやな、消える。あれ？あ、薬草でもワンパンにしとったら結局お弁当。もうこの一週間のブランクが。いやわ。ちなみに私、今週のびっくりドッキリメモは編集した後にまとめてるから。あれ、この話したっけ？普段はね。普段は残念ながら。メモ取りながらじゃないから編集後でないとメモが上手にまとめられてる。わー、金持ちー。まあ、そういうわけです。え、でも道具欄パンパンやな。鱗の盾も革の帽子も結局落としてもらったやつやん。ついてる。え、そういうさ、特徴あるんですか？ぜひ教えてくださいませ。ただいまー。え、お仕事頑張ってって言われた。お仕事せなあかん？まあ、お弁当ぐらいやったら、まあ、いっか。これでじゃあもう旅に出れるわけやわ。あ、ここ道具屋さんやったっけ？あ、普通に道具屋さんあったわ。キメラの翼を買いましょう。間違えた、薬草を買いましょうや。でもいっぱいやろ？売っちまうとか工夫して。な、工夫は必要やな。でも金庫の中にお金じゃなくてさ、薬草もいっぱい詰めとこうよ。もうぎゅうぎゅうにパンパンに。そしたらもう怖いもんなしやで。はい。じゃあ、今どういう感じかな？ちょっと分かれへんけど、今回はこの辺りで終了したいと思います。ご視聴していただき、ありがとうございました。お疲れ様でした。